さあオリックスですけども、今回のテーマは人事異動ということで、この間ですね、来年に向けたコーチングスタッフの整備みたいなところはお話をさせてもらったんですけども、今回はシンプルにオリックスのスタッフ陣がいろいろと球団内外で異動が行われていたということで、FA で近藤選手を獲得できなかった、そんな日じゃないぐらいの痛手を負ってしまっているということで、今回はそこについてもお話をしていこうかなというふうに思います。でまず一つ目がですね、今年、育成ドラフトで1位でですね、群馬ダイヤモンドペガサスから西浜投手という、選手をね、指名したんですけども、その選手を指導していた監督のですね、牧野さんが、オリックスの今度スカウトに、転身をするということで、何かとですね、群馬県絡みの、話題が尽きないオリックスですけどもね、群馬出身の選手が多かったりとか、足立選手とか、今年引退した松井正人選手とかね、トレードで移籍した後藤選手とかいるわけですけども、まあ西浜投手の特徴で言うと、マックスが155キロ、高校卒業して2年ということで20歳、来年が21歳かなと思うんですけど、スピードボールは持ってるんですけどね、コントロールがなかなか良くなくて、宇田川投手2世としては非常にこう期待をされている、独立リーグで投げているリリーバーなんですけど、まあ恩師がですね、一緒にまあオリックスに入ってくれるということでですね、あのアマチュアの育成のこう指導とかは、しないのかなとは思うんですけど、西浜投手から考えるとですね、ものすごく、メンタル的にもありがたいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、なかなかないですよね、その選手とその選手を直接、直近まで教えていた監督が一緒に入団するっていうのはなかなかないんで、偶然なのかわからないですけども、同じく、その次のね、育成ドラフト2位で指名をした大阪経済大学からですね、佐伯投手、入団しましたけど、その佐伯投手を教えていたですね、今度山本監督が、オリックスではこの広報に入るということで、まあ3軍のね、コーチとかでもなくですね、シンプルな、里達と同じ感じですよね、広報担当ということですけど、この山本さんもオリックスの球団 OB なんですね、牧野さんと同じですよ。で、選手時代はジャイアンツにいて、トレードで移ってきて、そのまま対談をして、大経大で指導しているということだったんですけど、まあ特徴で言うと、この佐伯投手がね、もう一番こう、宇田川2世として期待されているというか、宇田川投手と同じ大学生ですし、スピードボールを持っているということで、153キロですか。調子がいい時はもう誰も手がつけられないらしいんで、もうまさにこの入団当初の宇田川投手にそっくりだなという感じですけど、西浜投手の牧野さん、そして佐伯投手の山本さんと、さっきも言いましたけど、監督と選手が同時に入団っていうのがね、これたまたまなのか、オリックスとしては計画していたのか、これは本当定かではないんですけど、まあなかなかね、変わった動きをやってくるなということで、このチャンネルをやってるからそう思うのかわからないですけど、もうね、何ですか、その土定番の FA スケットトレードだけじゃなくてですね、こういうところでも動いてくるっていうね、はい、素晴らしい動きをしてますけども、そしてですね、まだまだ人事異動がありまして、これはですね、報知がまた報道しているんですけど、スコアラーに転身をするということで、別府育成コーチですね、オリックスで引退をしてからこう球団内で移動をねしながらコーチしたりとかしてたんですけど、今回スコアラーに転身をするということでした。オリックスブレーブスで89年に引退してからずっとオリックスにいるということだったんで、かれこれ30年以上、まあ、オリックスにいるということなんですけど、年齢がね今59歳ということなので、まあ、こう、還暦を迎えるわけなんでね、これ、スコアラーが最後のポジションになるのかわからないですけども、コーチからスコアラーに転身をするということでした。そして、もう一人ですね、松井正人選手、今年オリックスに在籍をして、まあ、戦力外になって、その後どうするのかみたいなところまでは言われてなくて、今回改めてですね、スコアラーとして、まあ、入団をするということでした。まあどうしてもね、コーチっていう枠はね、限られているので、今すぐ指導者っていうのはちょっと難しいとは思うんですけど、数年後ですね、あの山崎コーチと同じ感じの立ち位置で、なんか指導者としてユニフォームに袖を通すのかなというふうに思ってるんですけど、まあ小島コーチとか松井雄介コーチとかがいるんで、なんかその類で同じ感じでね、入れるんじゃないかなとは思ったんですけど、まあこのあたりはちょっと、いろいろあるのかなとは思いましたけども、まあ、オリックスにね、残ってくれるということだったので、非常に今喜ばしいニュースかなと思います。そして3つ目の人事異動がですね、これ栃木ゴールデンブレイブスの鎌田元樹キャッチャーがですね、球団のアシスタントスタッフに入るということで、
今年のなんかドラフト候補でもあったそうなんですけども、この独立リーグの選手がですね、球団内のスタッフに入るということで、この辺はもうどうなんですかね、栃木とのなんかパイプラインなのかわからないですけど、ちょっと個人的にはゴールデンブレイブス、おそらくオリックスから指名されたことがないんじゃないかなと思うんですけど、来年のドラフト候補、ちょっと注目をしていこうかなというふうに思いましたけども。一番こうメインではないですけど、まあ、たくさん話をしたいなと思っていたのが、ウリのブルペン捕手がオリックスを退団してしまうということで、これね、かなりの痛手というか、冒頭で言ったこの近藤選手を獲得できないの比じゃないぐらいの痛手なんじゃないかなと思っているのがですね、このブルペンキャッチャー、吉野部の相棒だったらしくて、吉野部が毎回ね、登板する前に12、3球投げる、そのボールを受けてくれる、ブルペンキャッチャーだったそうです。オリックスには13年間在籍をしてですね、名だたるエースからこう信頼を勝ち取ってきたブルペンキャッチャーらしくて、古くは金子千尋投手であったりとか、今阪神にいますけどね、西投手、オリックスだと山岡投手、田島投手らから、まあ、信頼を受けていたキャッチャーらしいんですけども、吉野部もですね、この対談に関しては、非常にこう寂しくなると、本当にプロの人間だと言っていたそうです。で、売野さんは売野さんでですね、まあ息子さんがいらっしゃるということで、いつもこう息子のことを気にかけてくれたと。で、本当に若いのになかなかできることじゃないですし、本当にもう感謝したいというふうに言ってました。対談をしてどこに行くのかっていうとですね、ライバルソフトバンクに行くんですね。これがかなり痛いと、まあ高校も大学もですね、福岡で野球をやっていたということだったので、まあ、おそらく引き抜きというか非常にこういい条件で提示をされたのかなとは思うんですけどね。まあ千賀投手がいなくなるソフトバンクのこの投手陣っていうのをこの売りのブルペン捕手がですね、なんかこう支えていくっていうのはちょっとね残念ではあるんですけども、非常に大きな痛手なのかなと思います。まあ吉野がね来年ポスティングするとか関わらずですね、山岡投手とか田島投手からもですね、売野さんっていうワードは出てきているんで、まあ非常にダメージとして大きいのかなと、はい、思いますけど。そして5つ目の人事異動がですね、長谷川副 GM が正式に退団ということでした。野見さんはね昨日ご紹介しましたけど、ちょくちょくとメディア含めて、まあ、オリックスの選手に対してっていうことでね、間接的にこう話題に上げてくれてるんで、いつか本当に戻ってきてほしいなとは思うんですけど、長谷川副 GM もね、助っ人補強に関してこう助言を出してというところでね、もともとそういう仕事をしたかったっていうところだったらしいんです。まあ、対談をすると。で、2016年のオフに就任をしてるんで、正式にね、助っ人にこう関わってきたのっていうのは、2017年から2022年の6年間のですね、この助っ人当たり外れ、個人的にね、ちょっと区分けしながらご紹介していこうかなとは思うんですけどもね、まあ、ほとんどやっぱりこう、外れの方が多いかなという印象ですよ。でもね、当たりのところでも、まあ、アルバース先生であったりとか、モヤとか、まあ、AJ、今年で言うと、ワゲスパックらを、まあ、引き連れてきてくれたんで、今年のね、補強のタイプ見てみても、まあ、シュミンデルにしても、まあ、ゴンザレスにしても、ね、1回、2回、どでかい、いかつい成績を出して、その後ちょっと加工してるっていう選手を、30代前半から中盤にかけて獲得をしてるんで、もう全然この長谷川副 GM はね、本当に26歳から30歳っていう、若い選手で、3A で無双タイプっていうのを連れてきたんで、このあたりがね、来年どう出るのかっていうのは、蓋を開けてみないとわからないですけども、まあ、長谷川副 GM の実績としては、こういったところなのかなと思います。そして最後がね、福良 GM が、今までプロ調査グループっていうのも兼任してたそうなんですけど、来年からはもうそれが外れて編成部長になると。いうことでした。で、そのプロ調査グループっていうのがね、まあ、何かわかんないですけど、そこの、ポジションに、新しくですね、2名着任するということで、1人がですね、今年で言うと盛岡中央高校の斉藤京介投手を担当していた匠スカウトが着任をするそうです。そしてもう1人がですね、オリックスに13年ぶりに復帰をするということで、宮田さんがですね、プロ調査グループ長になるそうですね。これまで西武とかロッテでも編成を担当していたということで、非常にこの経験豊富なベテランスタッフがオリックスに着任するということだったので、まあ、改めてですね、めちゃめちゃ動きが激しいなということですけども、年明け以降ですね、助っ人外国人であったりとか補強情報、まあ、キャンプ始まる前ぐらいですね、改めて今年のオフの、動きっていうのはまとめていこうかなというふうに思うんですけどもね、気も言いましたけど、まあ土定番の選手補強だけじゃなくてスタッフに関してもね、どんどんこう改革をしていってるなという感じだったので、来年もですね、抜かりなく強い、まあ、オリックスをね見ていけるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今回の動画ではですね、オリックスの球団内での、まあ、人事異動についてお話を
をさせていただきました。特に、今年の育成でね、入団した西浜投手と佐伯投手の恩師がスタッフとして入団をする、そして、吉野村相棒が対談をするというところがね、まあ、大きなポイントかなと思いますので、何かこのあたりについてですね、もし思うことございましたらコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。